この打ち上げ、おーよかった。そしてオービタルストライク、インセンディアリー、前に進むことができない。残り体力18、アフターショック、フラッシュ、これは決まったでしょう。絶望のアビリティが飛んできました。13対7、アッパーブラケットファイナル、勝利したのはゼータディビジョン。これによってラストチャンスクオリファイアパシフィックグランドファイナル進出決定です。いや、岸さん、はい、すごいですね、今日のゼータディビジョンは毛色が全く違いましたね。はい、